ます。はい。ずし重いです。ずし重いです。はい。はい、ありがとうございます。目線欲しい方は声かけてください。こちらお願いします。2月の頭に新井元首相秘書官の差別発言があってから、やはり今日本では性的マイノリティの人権が守られていない、そういう状況で、G7 を開こうというところだと思います。このまま、新井首相官の更迭で終わらせて、特に何の法整備もなくということだと、やっぱり私たちとしてはやっぱり G7 を開催する資格はないんじゃないかというふうに思っています。で、危機感としてはやっぱりこのままだとG7 サミットにもやっぱり間に合わないと、そこにすごく危機感を感じていて、でさらにその私たちが求めている法整備というのはやっぱり理解増進ではなくて、その差別を禁止する法律、そして同性婚、またその性同一性障害特例法をはじめ、その法的な性別変更に関する非人道的な要件の撤廃、これを求めたいと思っています。でこの、法整備を求める要望に対して55,972人の、方からいただきました。この多くの方の思いをぜひ受け取っていただいて、実効性のある法律を作ってほしいというところで、今日は署名をお渡しできればと思います。しっかり今日こうして皆さん方からの署名をいただいたので、法整備に向けてしっかり頑張ってまいりたいと思っております。すごい辛い思いをして伝えたことが、なんか無意味だったのかなと思うくらい、なんていうかやってる感を出してくれたところで意味がないというふうに感じています。このような署名に私は何度も、署名してきましたけど、これが最後であってほしいと思いますし、この署名をまた署名提出したねで間に合わなかったね、それで終わりって終わらせるんではなくて、本当に重い声として受け止めてほしいなと心の底から思っています。この声を聞いて実際に動いてくれたっていう成功体験がないと、私たちも声を上げ続けることはできないなと思いますし、それこそが本当に求められていることだと思います。あとはもうさっきもね、世論調査の話もありましたけど、あとは政治が首相が決断する時だとは思うんですよね。なのでこの署名を受け取った政府の方々、ぜひ岸田首相を早く LGBT にまつわる法整備、一日も早く、やっていただけたらなと思います。